今回は中村すみれ三段のネット碁の対局を見ていきたいと思います。黒番が中村三段で白番が日本のプロの方ですね。まあ、黒番の中村三段はこの2連星好きですね。で、白も2連星ですね。で、ここにかかり打って、まあ、白もかかり打ってきて挟んで、これ懐かしい布石になりましたね。最近ではこういう布石ってあんまり見ないんですよね。割とこの挟みが割と珍しい、最近では珍しいですかね。最近はもうなんか足早に両掛かりが特に多いですからね。で、三々に入って非常に懐かしい布石になりましたね。ここ継ぐのも懐かしいですよね。最近なんか這う手が多いですからね。まあこれで、まあ定石なのでね、互角かなと思いますね。中村三段はこういう序盤は地を気にしないので、まあ白に地を取られてもね、外側で打とうっていう手ですね。で、ここに打ったんですよね。かかり打った時にここに打ったのがちょっと気づきにくい一手でしたね。まあどうして気づきにくいかっていうと、まあこの左下っていうのは基本的に見合いの場所なんですよね。まあ黒が、まあ次を打ったらこっちに開けばいいし、なんかこっち打ってきたら切り取り打てばいいので、まあ基本的に見合いの場所なので、ちょっと気づきにくいんですよね。あと、もう一つ気づきにくいのが、ちょっと控えたっていうのが非常に珍しい手で、面白い一手でしたね。これ、ここいっぱいまでね、こっちまで開く方が普通、部分的に普通ですけどね。まあ、まあ、例えば黒からつけてきても、羽で頑張れるんですよね。まあ、切りには、当たり打って、当たり打って、まあ、次でも、かけ次でもいいですけど、まあ、こうやって、まあ、こっち側にね、渡っていきまして、まあこれは例えば割り込みにもついで、まあこれ相場は抑えぐらいですからね。まあこうやって渡ってけますので、まあ自然とここの黒石2目っていうのは取れますんで、まあちょっと控える手っていうのは面白い一手でしたね。まあちょっと布石で白が工夫してるという感じですよね。まあ、ただ黒も両側から打てて不満はないのかなと思いますね。まあ、やはり両側からっていうのは大きいとこですからね。で、こうやって。まあ、これは、やや黒持ちですかね。どうしてかっていうと、白弱いし二つできちゃって、てるんですよね。まあ、左上の白が弱いですし、まあ、左辺打ち込んでった左辺の白石が非常に弱いので、まあ、今黒が主導権取ってる展開なんですよね。なので主導権取れてますんで、黒が打ちやすい展開ではあるのかなと思いますね。まあ、ただ白もね、左辺で、ね生きちゃえば黒地をね、ガラガラにできますんで、まあ、地で徹底的にね、頑張っちゃうってことですよね。で、外側の白もそんなに攻められなかったので、もうこれで、羽伸びまで効いて、ここの補強に回ることができれば
これでなんか弱い石がね、なくなったんですよね。すべての白石を白がさばいたので、ここは白がね、少しポイント取ったのかなと思いますね。白がうまくさばきましたね。白、やっぱさばきがね、やっぱここら辺さばきっていうのはセンスがね、出てくるんですけど、うまいですよね。で、ここで、こちらに打った手がね、これ中村三段のね、勝負手でしたね。これちょっとここに打つのって気づかないんですよね。ちょっと天才的な勝負手でしたね。普通はこういう形って、普通はどう打つかというとですね、まあほとんど90%以上の方がこちらに伸びると思うんですよね。で、伸びて別に黒は、まあ一番普通の手なので悪くはないと思うんですが、まあここ曲がられるのが嫌だったということですね。まあただこの曲がりも引いておいて結構ここのね、黒が盛り上がってきますからね。まあ不満はないのかなと思いますね。ただ不満はないんですが、中村三段は不満だったんですよね。まあ私は不満ないということですね。私は不満ないんですが、この白がね、強くなってしまうので、もう攻めがほとんど効かないんですよね。それが嫌だったんですね。だからここの白を攻めたいと言ってるんですね。まあただ白としてもこの当たり一本がね非常に気持ちいいので、これで黒の形崩されますんで、まあ白としては不満はないのかなと思いますね。羽にもこの外す手がうまかったですね。これでなかなか黒手出しできないですね。部分的にどうなってるかと言いますと、まあ、ここの覗きは効いてますよね。ちょっとこれ以上黒が手出せないんですよね。まあ、ぶつかりに、まあ、つなぎとしましょうか。まあ、狙いとしてはこの切りですけど、まあ、当て打って、まあ、ここに戻りまして、まあ、何か一手必要ですよね。逃げないといけないですけど、まあ、ここに切る手があって、これ種石取れてるんですよね。こうやった時に、こちらに打ちまして、これで、まあ、黒が継げない形ですので、種石取れてるんですね。継ぐ手がないですからね。なので、ちょっとこれ以上は攻めがなかなか続かないですね。こう外した手が非常にいい手でしたね。ここ白が少しポイント取ったかなと思いますね。まあ、やはり、このさばきが、白の打ち方見てもわかる通り、さばきが非常にうまいですね。これ勉強になりますよね、こういうところが。まあただ黒も厳しく追求してきますよね。まあこれに対しては白受ければ手堅いですね。受ける手も考えられるかなと思いますね。まあ、これでやはり、まあ、これ以上クロス攻めなかなか続きませんので、しっかり受ける手もあるかなと思いますね。まあ、私なんかだとこの白石っていうのは強い石に見えるんですが、中村三段に言わせると、中村三段から見たらこの白石は全然攻めれる石、弱い石と見てるんですね。だここら辺がやはり、中村三段攻めが強いですよね。で、ここで白が手を抜いたのがね、うまい打ち方でしたね。まあ、ここで守ってるんですよね。これ働いた守り方だったんですね。これどういう意味かと言いますと、まあ、黒の狙いとしては、ここに打った手の狙いとしては切る手なんですよね。ここに切る手狙ってるんですよね。まあ、これは当然白を継ぐんですが、こうやった時に、こうやって、こうやって、シチョウでね、取る手があるんですね。これ非常に働いた受け方ですよね。ここに白を押した手で、切りが守れてるんですね。やっぱりこれは、さばきがうまいですね。石の効率最大限に働いてますからね。まあ、ここら辺も白が少しポイント取ってるのかなと思いますね。で、ここで、まあ、さらに、地で頑張ったんですよね。これ結構すごい、頑張りでしたね。まあここは、
まあ黒がね、ここの白攻めたがってるのでね、まあ一歩一歩ね、こちらから一歩一歩打つ手もあったかなと思いますね。これで意外と黒結構困ってるんですよね。受け方が難しいんですよね。押さえるのはこちらに跳ねまして、まあ跳ねた時に切って、当て打って、カケツギ打って、まあこれ渡らないといけないんですけど、右辺突き抜くことができて、まあ、これは黒地が崩壊してますよね。右辺突き抜くことができてますからね。もう抜きにも、こちらに出て。もう右辺がね、ここの黒地傷んでますからね。これは白十分なんですね。素朴に打つ手で結構黒、受け方難しいんですよね。外す手は、まあ、つけて。まあ、とりあえず、とりあえずまあ、右辺開くと思うんですけど、まあちょっと黒緩んでますよね。この交換、この白1と黒2の交換でだいぶ真ん中の白が強くなってるんですよね。どうしてかっていうと、こちらにつけて、まあ受けますよね。素朴にこういう手が残ってるんですよね。で、切る手がありまして、これで、種石取れてる。種石というか、この、どこかの黒石取れてるんですよね。まあ、仮に、まあ、どこかのタイミングで、この覗きは黒から打てますんで、切ったとして、で、切られた時に、まあ、この黒石2子を助けようとすると、ここの黒石が取られちゃうんですよね。なので、白としてはこういう保険が残って、ってますから、だいぶ、切りを打てば、ここの黒石か、ここの黒石、どっちか取れますから、ここの白石が、ということはね、ここの白石がだいぶ、強い石になってますよね。なので、まあ、素朴にね、まあ、すぐに隅に入っていかないで、まあ、ここに白こちらに打って、まあ、黒の受け方、様子を見るっていうのは、考えられる手だったかなと思いますね。まあ、単に開いておいて、まあ、後に、白に手が回ってきたときに、まだ隅確定地ではないんですよね。まだ隅、全然こういう、さんさん入っていくような、まあ、詰めが来てますから、全然味ありますからね。まあ、実戦はすぐに入ったので、まあ、中村三段の狙い、としてはね、一貫して中央の白の攻めを狙うっていうのが、黒狙ってる場所ですから、まあ、ちょっと難しくはなったのかなと思いますね。まあ、入っていったんですけど、なかなか、隅がね、なかなかそんなにうまく荒らせるわけではないので、まあ、これで一応黒の隅は、黒の確定地になりましたよね。で、結構この渡り方っていうのが、黒良くて、先ほどみたいな、はっきりとした狙いではないですよね。だからちょっと若干真ん中の白が薄いんですよね。若干薄いんですね。なので、ここら辺のね、薄みをね、黒がついてきましたね。これ鋭い踏み込みでしたね。これ厳しかったですね。で、白が繋がらないといけなくて。ただこれで、この曲がりがいい手で黒がね、これほとんど連絡形なんですよね。ちょっと白切断が難しいんですよね。例えば俗にぶつかりから切るのは、これ単純に、まあ単純にこの出を打って、切って、もう単純な手で白まずいんですよね。これは右辺突き抜かれた上に右下の隅の白が危なくなってますからね。これはちょっとここら辺、
取れてもちょっと隅がひどいので、これ白がもう良くないんですね。こういう切り方は良くないですし、まあ、こういうふうに跳ねていくのも、まあ、先ほどと同じ理屈で、まあ、単純に出からこういう手で、まあ、やはり白良くないですからね。ここら辺切る手はうまくいかないんですね。まあ、ということは、白打つ手がないですので、黒が少しポイントを取ったかなと思いますね。まあ、やはりこの、まあ、隅打ったんですけど、白はあまりね、ポイントを取れなかったのかなと思いますね。右辺白地になりそうだった場所もちょっと減らされて、ここの白地が減ってますからね。で、隅も黒確定地になってますから、黒がポイント取りましたね。だから受けるぐらいという判断ですね。で、この狙いのね、切りやってきましたね。これ厳しかったですね。もうここに曲がりに黒石来たので、もう主張は全然黒が強くなっちゃってますからね。この援軍がたくさん来てますからね。厳しい狙いになりましたね。で、ここで黒が逃げ出したところで白の時間が切れまして、まあ黒の勝ちとなりました。まあこれ早碁だったので、まあ時間切れもしょうがないという、まあこういうことも起こってしまったということなのかなと思いますね。まあ形勢黒がいいのかなと思いますね。この時点でのね。ちょっと切りが入ってしまって、この切りが非常に厳しくて、ちょっと白困ってるんですよね。なので打つ手に迷って時間が切れてしまったのかなと思いますね。まあこの後白が打つとすれば、まあとりあえず当ては一回打てるんですが、シチョウではもう取れないですよね。この黒石取る手がないんですよね。とりあえず当てを一本打って伸びぐらいですかね。で、跳ねにも、このコスミで全部繋がってるんですよね。まあ伸びに繋ぐ体勢で、これで全部繋がってるんですね。これ以上手が出せないんですね。こうやって切断していっても、逆に、断点多すぎてね、切る手がありまして、逃げると、まあ、ここに切られて、種石の、ここの白石4つの石が取られちゃってるんですね。だからこれ以上手が出せないんですね。白としては、まあ、ここ薄いので、カケツギ、まあ、ここに、とりあえずここに切る手がありますんで、カケツギぐらいですよね。まあ、ちなみに、どこかのタイミングで黒こういう覗きとかね、打つとは思うんですが、どこかのタイミングでね、この覗きは、まあ、一応黒、これ、一応先手でここら辺の目を奪って利き足なので打つとは思うんですが、で、これ切る手がありまして、ちょっとここの白、もう逃げるのしんどいですよね。だから捨てるぐらいなんですね。だこういうふうに打って、まあ、この、弱かったはずの黒石が結構大きな地を持って生きることができますんで、これやっぱりね、黒優勢と言っていい局面なのかなと思いますね。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。